皆さんどうぞよろしくラッシュドラゴン TK です。ってことでね、今日もポケモンソード9回目やっていきましょう。9回目でようやく1個ゲットできた感じになりましたね。ってことで外に出ていきましょう。で、スーパーボールとかね、買っておきましたんで、30個ほど。少しね、戻っていって何か強いポケモンおるかなっていう。どうやったっけ？エンジンシティの下じゃない。エンジンシティ外れで、ここやね。空飛ぶタクシー、一回使っていきたいなって思って。で、またね、ここからやっていこうと思うんでね。まあ、その前に、ちょっと、水分もいただいなっていう、本当に、そういう手で、やっていきましょう。間違えた。ごめん。完全に間違えていたよ。近代的すぎるよな、やっぱ。この下よね。木箱東っていうか。あー、なるほどね。お、なんか、あるじゃん？ん？ 50 ワット。何かおるっぽいね。音聞こえたよ、今。ぬいごくは、いらん。お前も捕まえてるから。で、行ってないところね、今回ね、行きたいなーって思って。前回ね、行ってたよね、結構ね。お、ネイティオやん？ネイティオやん？ちょっと待って。え、どうやって捕まんの？捕まえんの？あ、モンスターボール見つけた。ありがたい。ありがたいが、どうやったらいけんの？これ。よし、来た！エスパー行こう。とても強そう。とても？26、25までやんな。あ、あかん、これ。いけんのかな？わからんねんけど。これネイティオか。やっぱいらんわ。え、もうこいつで飛行タイプおるからな。今、ふと思い出した。いらんなっていうことに気づいた。なので、ちょっとこれ使って逃げていこう。なんでこれしたし、なんでこいつと戦ったしね。そういうことが言われせんけど。え、なんだこいつ。何あれ？ちょっと戦ってみよう。なんなんこいつ。野生のぬいぐるまが現れた。え？何？どういうこと？ちょっと乱れつきで、つぶらない。あ、マジで。なんなんこいつ。マジで不思議やねんけど。なんなん？やめて。そういうの。当たらないっていうの。つぶらない瞳やめて。ずっとつぶらない瞳されたら攻撃してあげられて、ちょっと。捕まえるものも捕まえられなくなるよ。3回やろう。これ、追ワンで行こうならもう。死ぬ可能性もある。あ、いける。よし、ナイス。よし、ナイス。うわぁ、100や。ダメージ、これ。モンスターボールじゃい。これでいけるはず。3。あ、なに？なんだって？惜しい。惜しいなって。やめて。やめて。痛い。プレミアボールね。スーパーボール。ちょっと使っていこう。しゃあない、これ。さっき入らんかったよ、もう。しょうがないさ。気になったんだ、今。なんか変なオーラみたいな、出とったやん。なんなんやろっていう。ボックスには送るけど、どっちの方やったんや。ああー、そういうやつ。なるほど。今、お、ちょっと待って。違う違う。おるんやけど、なんか。
とさきーんとさきとさきとさきーんとてか、ギャラドスがあるわ、ギャラドスが。ドスがあるわ、ドスが。こっち来て、捕まえてあげるよ。さすがにそれやるとこ。お、デンジュラおるやん。いいやん。どこ、どっから降りれんのこれ。降りてきた、あ、向こう側か。分かっていないけん。ほんとに。あれなんだ、ニャンチャムばっかやね。靴いっぱい持ってるし、どう気持ちよくしてみる？え？したい。したいよ。お小遣いいっぱい持ってんやけど、したい。ポケモンブリーダーの鉄くんを勝負仕掛けてきた。こっち来てなかったからね、猿のいい。え？あ、あってなった。青ガラスにしててよかった。うん。マジでよかった。追だ、追番であげよう。よし。勝った。で、経験値をもらった。ノリの推し。ヒバニ？ヒバニ？あー、そういう感じか。ならこっちはディグだ。行け、ディグラ。ディグラではない。ディグラ。ディグラやから、ディグラ。言い方は間違いない。ヒバニー。よし、地ならしちゃい。ディグラ、ヒ、地ならしちゃい。ね。そういうことよね。まさかここにも取り殴ると思ってなかった。びっくりした。お、ノリドンレベル上がる。叩き落とす。そこでこれ、それ。そこでそれ。悪タイプやから、ちょっと入れておきたいかなって感じで。嫌な音と、あ、いや。ま、畑落とす結構強いやん。え、な、エラ付きと変えとこう。うん。意外と強かった。60ダメージあった。なんか、25とか30とかのイメージがあった。なぜか。メッソンは水やから、ノリドン。ノリドンで行こう。なんか今、パーティー構成、ちょうど良さそうやね。途中でまた帰るようになると思うけど。ただもう、早ビュールとかさ、ヒンバスとかさ、でもいいから、手に入れたい。マジで。ノリドン、はっぱかったな。ノリドンって名前にしてそうやんな。他の人もな。ふと思ったけど。私に勝つなんてすごいじゃん。ワイルドやなんか達人だね。2600円。お、すげえもらえた。やった。君にとっても強いじゃん。ご褒美にいいことしてあげる。ワイルドやりや、落とし物がとっても多い。いろいろ拾って売ったらお小遣いいっぱいいてもらうよ。私はもっと強くなるね。なるよ。また勝負しようね。あ、どっか行った。ミロカロコ。あ、ミロカロするんじゃねえなら。ミロカロス。ならミロカロスいいんじゃね？いいんじゃねえか説。どうだ？とても強そう。どうだ？いけるかな？ミノミが食べられなくなった。40、うわぁ！やば！やばってなった今。はぁーってなった。これ無理だ。うん。46なんて無理だ。ごめん。ちょっと逃げる。まさかさ、こんな強いと思ってないもん。びっくりした、まあ、ワンリキーもおるやん。こ、多分ここらへん、まだ無理やな。そんな気するわ。ゴーリキーもおるやん。やば、ここ。ああ、怖い。怖い。ちょ、めっちゃ怖い。戻るわ。これは戻らせていただくわ。怖っ。46やで。一気にレベル跳ね上がってんけど。なに？もうやろ。なんか声が聞こえた。ぬいごぐま。あ、これは、こういうやつは、倒したら、
ワットも、ワット、ワットがもらえるから、倒していた方がいいっていうことはね、今分かった。だから、そうやんね。そうやんね。追番で見て、一回やってみる。さっきは捕まえたからさ。まあ。できたんか分からんけど。あ、ニャースレベル上がった。やった。挑発。こういう時、そういう挑発系いない。もらえるよね。お、ですよね。あ、なるほどね。感づいた。こういうことを繰り返していって、ワート数を稼ぐっていうのもあるんやろね。多分。いやー、戻ってきてみるもんやね。え?ピッピ?やんちゃもやわ。ピッピに見えた。ピッピに見えたけん。ちょっとさ、自転車とかないの?欲しいわー、すげえ。すげえ欲しいわ。ねえ。ちょっとこちら側でね、できなかったところあったよね。ぬいこくまの鳴き声。やんちゃーん、やんちゃん、やんちゃーん。やんちゃむじゃーん。ワイルドエリア。寒い。さあ、雪わらし、捕まえていってあげようではないか。10、あ、ロコン。うん。こういう時のロコンや。ね。粉雪で、ロコンには効かない。ちょっと歌強かった。はい。で、ちょっとここで焼き尽くす。あ、やばい。あ、焼き尽くすやばいんだよね。あ、死んだ。ごめん。ごめん。ごめんって。雪晴らし。ごめんよ。感染、忘れていた。強くなっていることに。強くなっていることに完全に忘れていた。うん。ちょっと待って。青ガラスを入れ替えて、何もまだ持ってないね。こいつにしといて、ちょっとね、雪晴らし系を一匹で捕まえていこう。それからちょっと進めていこう。ね。戦う。電光石火どうだ?え、いけん、いい感じ、いい感じ。驚かされた。わぁ!あ、びっくりしちゃったよ、もう。っていう感じ。録音返せば。でもそんなにね、もう見ちゃってるから。驚かないかん?大丈夫か、俺。大丈夫か、俺は。なって言われてもな。困るよね。よし、スーパーボール捕まえてあげよう。いけ、スーパーボール。うん。入る。よね。わかっているよ、スーパーボールなども。入らない方がおかしい。雪わらしだよ。雪わらしだよ。ね、やった。雪わらしのデータが新しくポケモン作りに登録されます。雪わらし、雪かさポケモン。タイプ氷。高さ 0.7 メートルで重さが 16.8 キロクロムと。真夜中、現れる雪嵐は大雪を降らせると言われる。雪や氷を食べて暮らす。寒そうにしとるけど大丈夫かやな。捕まんなただ。このメスやったらな、メスやったんかな。お、見て、ちゃんと見てなかったわ。ちゃんと見てなかったわ、ごめん。んえ?お、300ワット!あ、違うわ。ドック湧く。ああ。バニプッチ、バニリッチなんだ。何かが来た。バニプッチ。カーン、カーン、カーン。ゼベル10か。そこらへんか。え、あれ?あ、嫌な予感。嫌な予感。ステータス異常が戻るって感じだね。白い
電光石火。さあ、ああ、出しかったって。作業言われへんかな、言われへんのかな、今。俺、作業言われへんのかな、今。悲しき作業であった。頼むばねば注意。捕まれよ。ね、捕まるよね。言わんでも捕まるよね。知ってる。よし、行こうか。バニブッチのデータが新しくポケモン作りに登録されます。バニブッチ。ブッチね。新設ポケモン。タイプ氷。高さ 0.4 メートル。重さ 5.7 キログラム。暑い年でも暮らせない。年では暮らせない。もうではね。冷気を吐いて、雪を降らせ、積もった雪に潜って眠る。いえ。ボックスへ送る。あ、びっくりした。あ、びっくりした。ごめんて。あられが降っている。そのせいかな、なんかちょっとさっきから鼻が出てきてんねんな。あれ当たらなかった。あ、マジで硬くなー。マジでいらん。俺が受ける、俺が受ける。どんまいロコ、焼き尽くす当てて、俺をぬくめて。焼き尽くされたらこれ死んでまうわ。いや、俺ドラゴンタイプやからそんなにね、大丈夫やと思う。そういう問題でもないか。大丈夫か。うん、ああ、バリプッチね。で、こちら側に、あ、じゃあ、おー、ねえ。なんか、え、あ、あ、ホールドやん。ブルードか。ホールドって。ちょっとびっくりした、自分でも。え、なんかこんなとこあったんや。へぇ。お、すごいの釣っちゃった、すごいの釣っちゃった。すごいの今だけ100ワット。ワットで交換、すごいの、すごいの交換するもん。わぁ、すごい決断。はい、お約束のすごいのだよ。大きな真珠。お、やった。お金で買えれるやつやん。またすごいの釣り上げたよーと。釣り上げようと言ってな。うわぁ、怖っ。え、ここなんなん、なんかまた違うとこ来たような気がするんやけど。あ、まあ、全然見てないな。ほんと。お、ガマギャラギャあるやん。ガマリって、何やったっけ、漢字が忘れた。何やったっけ、ちょっと、あ、ガマギャラな。ガマギャラギャはその進化系やわ。うん。お、ね、おたまろ、ガマロ、ガマガル、水タイプか。欲しいな。水地面か。あ、でも、あ、ディグラ、ディグラと変えてしまう可能性あるな。水やから、ノリドンでいい。ね。これでいこう。よし。大丈夫かな。臨床ね。さあ、葉っぱカッター死んでまうかな。その可能性ある。あっ、あ、ごめん。あ、ごめん。ガマガルー、ガマガルーってなるわ、ほんま。全員レベル上がったわ。すげえ。怪しい光いらないです。ディグラもレベル上がる。レドームしもレベル上がる。こういうのでレベル上げていくんやろね。そんな気する。え ?20 より上がらない、進化しない、ちょっとびっくりしているよ。あれだけだったらもう行こうか。ね、今回はね。50ワット。お、ミツハリ。違う、なんだこいつ。あ、テッカリン、あ、テッカリンやんか。あ、テッカリンやんかって。レベル低いから、とりあえずは、これするけど、うわぁ、うわぁってなるわ、高速移動する。
でもて加速やからな。うん。3段階上がるんだよな。はい。きつきすぎるかな、ちょっと怖いけど、ちょっとやってみよう。うん。進化系やし、大丈夫やろ、多分。っていうね。ことをやっていったらうまくいった。よし、これで捕まえよう。スーパーボールじゃ、無視引こうやんね。確かにですね。やったー。だけど、抜けに出てくるのかな？まさかな。よし、来た。てっかりゲットだぜ。カーン、カーン。カーン。いいねー。いい感じですねー。デッカリンのデータが、ね、忍びポケモン、タイプ虫飛行、ね、鳴き声を聞き続けると、頭痛が収まらなくなる、見えないほどの速さに動く。テッカゴン、テッカゴン、テッカゴンにしちゃう。いいわ、やめとくわ。それかわいそう、逆に。デッカリン来たね。レドウムシ、まあ、使えそうなんやから、やめとこう、やっぱ。うん、名前付けてないしね、うん、じゃあ行くか。今で21分やけど、多分ねカットとかやってるおかげで大丈夫やと思うから、先進めていきましょう。ここターフタウン、頼む頼む、マジで頼む。リオルとか、キンバスとか欲しい。すごく。ほんとに欲しい。じゃあ行こうか。おい、なんかいるよ。なに？事務所レンジャーで突撃いんだけど、あなたは知るんじゃないですか。ポケモン称号が一番ね、方言称号かな。いいポケモンとトレーナーをカメラ越しに光って見えるさ。あれ、方言称号かな、ここ。インタビューのミスとテルがジャムを仕掛けてきた。ミステル。エリキテルとカメ、ギアル。おぉ、おぉってなった。お、ちょうどいいじゃん、ちょうどいいじゃん。ギアルに焼き尽くそう。あ、どっちでも焼き尽くせんの。ちょっとこれね、青ガラスに良くないんで。ニクラに変えていこう。びっくりしたわ、ほんま。いいよ。ディグラには効果がないようだ。ジャージビーム？効果がないようだ。バカじゃね？バカじゃね？変える気決まってるじゃないか。ジンガス、泥かけの方やな、多分な。エリキテルにしていこう。それで終わると思う。うん。効果は抜群だ。ロコン、焼きすぎすんだ。2匹同時。に、ね、終わらせましたね。どっちにもな。炎に弱いねんもん。炎に弱くはないか。そこまで。一言では語れない。なんで可能性の塊？泣きだ。ということは、取材は失敗なのか？ドラゴンチーキは賞金として3600円手に入れた。すげえ。めっちゃこう、金持ってるよ、お前。あんたらすごいじゃないか。なに？あ、ヌイコグマね。あ、違う、ビオル。捕まえない。チラー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 。よし、じゃあ、焼き尽くしていってあげようではないか。かわいそうにチラミ。あ、もう一回ぐらいやればいい感じに、ウィーコーボイス強っ。いい感じにいけるから、それで捕まえていこう。甘えられたし。あ、かわいい、かわいい、チラミかわいいです。スーパーボール、スーパーボール。チラミはでもね、ボックスに入ります。ごめんね、チラミ。ごめんよ、チラミ。やった、チラミは捕まえたぞ。
わ、結構もらえるな。で、ジラミのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ジンジラポケモン。かわいそう。尻尾に汚れを払い落とす。掃除をするときに助かるが、潔癖症なので大変。いいえ。惑星を送る。悲しいかな、ジラミ。ぬいこくまやもんな。お、なんかあるやん、あの中に。あ、これ入ったら方がいいやつや。ごめんね。あ？綺麗な抜け殻。あ、なんや。機械のポケモンと必ず入れ替わる。お、いいんじゃねそれ。それそれで。お、なんかこう、来た。ここら辺やったら違うやつ出てきてって。この花だったけん。悲しみ。なら焼き尽くしといてあげよう。かーん。効果は抜群だ。うん。メガドライン？何それ美味しいの？何それ美味しいの？違う違う。電光石火じゃい。頼むから新しい技を覚えたいな。ロコンな。お、ノリのレベル上がる。なるほどね。じゃあ、さっき進んでいこう。何ここ？こんにちは。私は預かり屋さん。皆さんのポケモンを預かっています。見つかることがあるんですよ。詳しいことは中にいるおばあちゃんに聞いてください。では、早速ご利用になりますか？いや、いいわ。またいらしてください。ああ、これでいけんねんな。エレズンよ、エレズン。発見された卵を連れ歩いたら生まれた。エレズンだよ。あんた育ててよ。しびれるポケモンなんだから。え？びっくりした。え、ちょっと待って、どうした？エレズン？なんだそれ？エレズンのデータが新しくポケモン使いに登録されます。電気毒？赤子ポケモン？体内の毒袋に溜めた 毒素を皮膚から分泌、触るとピリピリとしびれる。へぇー、こいつ面白そう。ああ。ドレズン？イントネーションと自分の名前の方で、やったら、それになった。ふと。かわいそうにな。かわいそうになって、自分で言うってつけてんねんけどな。ちょうどさ、いい感じになったから、とりあえず、手持ちに加える。電気やから、ああ、ちょっときついな。ロコンはそのままにしたいし、アウガスもそのままノリドもそのままにしたいから。ニャースか、ディグラ。ニャースかな、もう。そろそろ。ニャースおさらばかな。バイバイ、ニャース。バイバイ、バタフリーじゃないんかーいってな。あとはこちらも、ポケモンにあげると育つよ。何？経験値、経験飴 XS、合コン。何それ？エネルギーが詰まった飴。与えるとポケモン1匹の経験値がほんの少し増える。卵はアスカリアで、経験値飴はマックスレイドバトルで見つかるよ。へぇー、それは初めて知ったかも。おやおや、いらっしゃい。何か知りたいことはあるのかい？ポケモンの卵、アスカリアって知ってる。それはもう分かってる。うん。見つかることだね。うん、それはもうです。おっと、そうによって、ポケモンの卵を手持ちに入れてやると、中からポケモンが生まれるの。どこから来たのか分からない不思議なポケモンの卵。生命は神秘よね。預けるポケモン。不思議な預けるポケモンの組み合わせを考えてみてね。同じ種類のポケモンのオスとメスをつけるといいわ。違うポケモン同士でも、種類が近いポケモンなら、卵が見つかるクマなどあるのよ。中には卵が見つかるんだけど、ポケモンもいるみたいだけど。そういうのは、伝説系やね。まあ、伝説系といってもマナフィアを見つかるけどね。フィオレっていうポケモンが生まれてくる。うん。まあ、ここに出てくるかどうかはわからんけど。ちょっとさ、の、あの、エレズン、ドレズン、ドレズンみたいな。なんかすげえ気になる。カロさん。アークタイプとビビー、ゴーストタイプと虫タイプの技を受けるとビビーって素早さが上がる。へぇー。ほっぺスリスリ。ちょっとじゃあ。どこで、あ、どこにあるバック見ればあるんかな、さっきの。願い星。
違うな。回復でもね、ボールでもね、戦闘でもね、木の実でもねえしな。あ、日々の実あるやん。え？どれ？あ、これか。与えていきましょう、とりあえずに。全部使ってあげよう。もう。レベル9まで上がった。あ、いや。よし、9まで上がった。ここからね、またやっていこう。おう、なんだ？へいへいへい。長いブリッジを渡るからよ。さっさと自転車をよこせよ。奪った自転車でジムチャレンジャーを追いかける。つまり妨害してやるなさ。なんてめちゃくちゃだ。そもそもあなたたちロトも連れていないでしょ。そこのジムチャレンジャーさん、彼らは自転車泥棒です。私を助けると思って彼らをやっつけてください。あ、もらえるわ、これ。もらえるやつやわ、これ。自転車泥棒じゃないぞ。借りてジムチャレンジャーを追いかける。あの、疲れさせる。だがお前はピョンショブでボコボコにして邪魔してやる。そこは邪魔してやがるとか言わないね。わからんわ。こいつらほんま相変わらず。ジグザグマ繰り出してくる。悪ノーマルよね。虫、いいんじゃね？なら。じゃあ、マジだ。バカか。虫、いいよねって思って。違うやつ出そうとしてた。危ない、危ない。ドレズンを、やりかけた。レドウムシ。下でなメール。痛い！結構痛いやつ。戦う。ジグザグマやから、効果抜群やんね。効果なしよね。下のですね。今のリフレクターか？わからん。それやってか。やってから。あー、どうまいんだ。くそ。あ、リフレクター。出た出た。よかったよかった。なら問題なし。効果抜群。虫の抵抗していこう。何？はぁ。ああ、虫の抵抗の威力が。でも相手のバークアウトの威力も下がっていく。いいね。うん。レドウムシってさ、なんか進化するんかな、まだ。それが知りたい。すげえ知りたい。自分で進化したから、20ぐらい進化するんかなと思って、せえへんかったし。おーおお、すげえ。ディグラとドレスのレベルが。ディグラ。あ、ん？不意打ち、あ、応戦させとこう。いいね。驚かせて変えとくか。ぷかん。やった。不意打ちゲットかせ。ドレス、レベル上がる。ホクスライ。ホクス？ん？何？何そいつ？マジでわけわからんから、塗り取っていこう。あー、なんとなく、何の進化系かはわかった。これ悪やろ、やっぱ。結構かっこいいなぁ。フォークスライ。この叩き、やめて！一回。どんまい。一匹しかおらんかってんな。うん。そういうことなんやろな、やっぱ。ちょっと格闘タイプ早欲しいな。うわ、すげえ、めっちゃ上がるんやけど。ドリズムもまたラレベル上がる。レドウムシも上がる。うん。トレーナーの邪魔をするのは俺たちエルダンだぞ。エルダンだぞ。ってか。で、もう一回行くの？邪魔することは邪魔された。そう、俺は自転車欲しいんだ。邪魔されたな。今回これ終わったら終わりましょうか。闇ラミ？お、闇ラミもおんの？今回。わからん。もうほとんど。これちょっと危ないから、闇ラミやろ？あー、フェアリーテープおらんやな。悲しき。電気毒って初めてやんな。今作さ。今作で。
ノリドン。ノリドンで行くドン。ダメだ。めっちゃいいだね。ノリドンって。最初はさ、そういうのは関係なくやってんけど、葉っぱカッターだ。まあ、ドラゴンのドとんが入ってるっていう、ね、そういう感じなんやけど、ハイパーカッターを打ち込められても畑落としてるなら問題な。さあ、終わった。こいつを主にしていこうか、やっぱ。うわ、すげえみんな。レベル上がり放題ね。うん。いいね。自転車が気になって出なきゃお前に負けるかよ。負けるかよ。負けるかよ。言い方が分かりにくい。お前のように強すぎるジムチャレンジがいたら、あの人が勝ち上がれない。もっともっと困らせるぞ。あなた素晴らしいです。それに気持ちが思ってなら、ロトもいるわけですね。よし、エルダの中に奪われるなら、あなたに自転車をプレゼントいたします。いいですか？ロトモはモーターをとても愛していますよね。それはもうモーターがついている機械の中に入るほどに。ということから考えたのです。自転車にもモーターをつければ、ロトモは入ってくれるのではとね。なるほど。物は試し、あなたもロトモと一緒に自転車を満喫してください。さあさあさあ、あなたもロトモと一緒に自転車に乗ってください。ロトモ自転車を手に入れる。なんだ？は？なんだ？どういうことだ？ポケモンのロトムがモーターに入ったことでダーブができるようになった自転車。マニュアルを読みますよ。ロトムと自転車に乗るならプラスボタンかマイナスボタン。さあ、レッツサイクリング。うおー、降りるときはこれね。なるほど。遠くに見えるナックルシティのスタジアム。ナックルシティのスタジアム、君もあそこで戦うんだな。そうだな。マジか。おう、なんだ。来たな、ドラゴン TK。それ以上近づいたら俺と勝負だぞ。あ、なら今回はここで終わってね、次回までにね、ちょっとセーブとか、セーブではないけども、このポケモンの方のね、こっちじゃね、の方の HP とかね、回復しておきたいと思います。ではね、ご視聴の方、ありがとうございました。アデュー、アデュース、グッバイ、さらば。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録、Twitter、フォロー、お願いします。他にも、ゲームタイトル、矛盾縛り、Twitter の方では、様々なことを、企画として立ち上げてやっておりますので、フォロー、お願いします。あと、概要欄のところに、アーから O までのパート1の動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル矛盾縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。